はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病ががんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤスのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日再発していたと言っていた背中の痛みがね、気づいたら消えてました。その代わりと言ったら嫌な言い方なんですけども、食べ物を飲み込む時の喉越しの痛みの範囲が拡大しております。唾液が少しずつ出てくるようになって、ええ感じやったのに、さらに喉がって感じですよ。本当に実際その痛みを感じてみて、背中の痛みと喉の拡大した痛みを比べますと、背中の痛みの方が痛くなかったんですよね。まあ、どうせ痛いならせめてそこまで痛くなかった背中の方が良かったですよね。そして喉の痛みが拡大したのが原因で、食べる量がまた減って体重が減りました。甘い菓子パンをやめて体重は痩せたんですけども、単純に喉越しの痛みがひどくて飲み込めないので、お腹が空くんです。無理やり水分で流し込むんですが、その水分ですぐお腹が膨れるので、量が食べれないんですよね。量が食べれなくて、便が柔らかくなりすぎて、おならかなと思ったら、あっ！ってこういうのがね、多くなってしまってます。非常に危険です。こう食べられへんことよりもね、おならかなと思って、あっ！っていう方がね、めっちゃ嫌です。まあ女性に比べてもともと腸が弱い男ですから、まあ、しかも粘膜障害で壮絶な入院生活を体験してますので、あの危険やけどトイレにたどり着くまでの我慢と、あの歩きにくい状態で歩くのはね、本当に嫌です。まあどうにかね、便を硬くする方法を誰か教えてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方々に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。